こんにちは、ホタルグサです。今日はディップアートでこちらの小さなねミニフォトフレームっていうんですかね、こんな感じで使い道がなくて放置されていたので少しね作ってみようかなと思いまして、お化けですね。2センチゲージに 0.28 のステンレス製ワイヤーですね、こちらを巻き付けてカットします。はい、ギリギリな感じでね、片方のワイヤーだけでいいので作っていって、お化けの形に1センチゲージパイプなんかをねこうして、使って形を整えて、まが玉の形というかお化けの形にしていきます。はい、こんな感じですね。今回はもう簡単にいきます。デラックスパールの、ディップ液でディップします。指先が汚れてたのは気にせずにお願いします。で、乾いたらねストレンスナーをつけてさらに乾燥させていきます。はい、で、ですね、本当はキラキラ光る、ストーンなんかあればいいんですけどね、ちょっと手持ちになかったのでパールのね半分のものをつけて目にしました。ちょっとねなんだか色が微妙ですが、まあいっか、こんな感じですね。そんなに今回はね簡単に作っていこうと思うので、これです。これがねすごいちっちゃいんですけどね、使い道がいまいち、最初は可愛いなと思って買ったんですけど、何をつけるかもちょっとね、使い道がなくて、はい、こんな感じでね、確かセリアさんで購入したものだったと思います。ということでね、2つ作ったお化けさんを貼り付けようかなと思います。根元でね切ってしまって大丈夫です。もうね乾いているので、はい、そしてさてここにつけようかなと思ったんですが、ちょっとね白に白地だと分かりにくいので折り紙を切りました。黒でもよかったんですが、紫でいきましょう。はい、でお化けさんをつけたいんですが、どっか行くと、ハロウィンっぽいもの、以前ねかぼちゃ作ったんでね、あれなんですけれども、少しだけ作ってハロウィンをなんとか終わりにしようかな。でペンでね少しお口だけ可愛く描いてあげましょう。こんな感じですね。アクセサリーなんかにしても可愛かったのかもしれませんが、今回はこんな感じで、フレームに貼り付けました。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。